き見たのはこの辺のはず。あ、いた。なんで駐車場なんかに。野良猫。ん？何してるわけ？ギター弾いてる。見たらわかる。私が聞きたいのは、練習来ないでなんでこんな駐車場にいるのかってこと。ずっとこうしてた。は？ここでギター弾くの、息するのと同じくらい当たり前。毎日、おばあちゃんが鍵閉めるまで、ずっと。そうやって遊んでた。何の話？ここ、スペース。私がずっといた場所。スペースって、確か、ライブハウスの名前。アノンの家で言ってたやつ。でも、今はもうないんじゃ。やりきったんだって。それでコインパーキングになったってこと？そう。なくなったから。息、できなかった。居場所が、なくなったから？うん。へえ。こいつもそういうこと、思ったりするんだ。居場所なくしたとか、それが苦しいとか、なんか、中学の時の私みたいだ。いや、でも、だったら、なんで今のお前は楽しそうなわけ？ん？居場所、なくなったんでしょ？だったら、なんでお前は。ともり。え？面白い女の子。一緒にライブするの、楽しい。思いっきり息、できる。ああ。なんかそれ。わかる。そうだよ。私にはそれしかできない。わかってるのに。わかりたくなくて。この歌は、どうしてこんなにも胸を打つの？どうして私の中の言葉を救ってくれるの？救ってくれるの？ともりの歌をステージで隣でその瞬間だけ私に慣れて私、こいつのこと言えないじゃん。しっかり練習するとか、ライブの準備するとか、それらしいこと並べ立てて、ともりと約束したから、ともりが悲しむからって、ともりのためにバンドを動かそうとして、できもしないことを必死でやろうとしてたけど、結局私も、ともりとライブがしたいだけ。でも、そんなのは、ちゃんとしてないから。ただの私のエゴでしかないから。欲しがっちゃいけないって、思ってた。うん。リッキー？野良猫。お前、ずるいよ。ずるい？弾きたいだけ弾いて、欲しいものもらって。ちゃんとしてる私がバカみたい。ちゃんとしなかったら、怒られるの？そんなことない、けど。じゃあ、しなくていい。
確かにそう。ねえ、ラーナ。何？私と取引しよう。